やっぱりちょっとこう外傾して、逆走っていうんですけど、ちょっとこうなってるんですよ。そう滑らない。そーっと行くところは結構ある、うん、まあ、今みたいなところは結構あります。まあ雪が乗ってれば全然いいんですけど、岩が出てるときは岩カリカリ行くんで、はい、そーっと、そーっと、そーっと行きます。全面乗せる感じですか？全面、なるべく全面乗せて、岩の場合はあんまりこう角使わないように、エッジ立てないように。でもまあ傾斜が出てきたらホールド探して乗せるしかないんですけども、まあ、そんな微妙なとこがないので大丈夫です。こういう風にもう氷になっているところは平らなところでも一応こう一歩ずつここに蹴り込むんです。ただ押すとズルンといっちゃうこともありますので、平らなところでも全身使うこうに、はい、蹴り込む。そうですね、やってます、蹴り込んでます。あ、ちょっと滑りやすいってことですか？そうです。この辺り本当だ。結構乗んない。もうちょっと来てから。はい、こういう斜面の時に前傾してなるべくピッケを前に出して、はい、つま先重心。へえ。しちゃいけないわけ。固定したいな。こういうところはストックをなるべく前に出すと、ストックを前に出すと自然に前傾するんですよ。そうすると滑らないです。はい、かかとで降りようとして、つま先で降りようとしてる。そう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 。上りは苦しいじゃないですか。下り楽じゃないですか。そう、呼吸しなくなるんですよ。そうすると下降りてから頭痛くなる。下りこそ一生懸命呼吸する。これが順応の極意です。あ、はい。ということで下りは一生懸命してください。はい、お願いします。